だって行動めっちゃしてるし、なんなら稼いでる人と同じことやってるのになんで叶わへんねんろみたいな。稼ぐ方よりも使い方の方がめっちゃ難しいなと思ったわけです。はい、皆さんこんにちは、福林瑞希です。ちょっと久しぶりの YouTube になりましたが、今日はですね、ちょっとご報告と、あとはですね、ここまあ1ヶ月ほどかなり濃い時間を過ごしておりましたので、まあ、そこのちょっと気づきをね、今日は伝えたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、改めまして、私は現在ですね、女性限定の物販スクールの運営と、理想を叶えたい女性に向けて企業や副業のコンサルティングのお仕事をしております。で、まあ、今日タイトルにも書いた通りですね、なんと私、初めて月収100万を達成しました。はい。実はですね、月収100万ずっと叶えたいなと思ってはいました。起業してね、実はちょうど1年目の9月で達成したんですけど、起業1年が結構やっぱ勝負というか、いう話もよく聞いていたので、叶わないなと思ってね、結構苦しい時期も実はあったんですよ。そうで、じゃあ何を変えたのかっていうことをね、今日は伝えたいなと思うんですけど、なんかその前に正直、その100万叶えた時の感想って、あ、叶ったみたいな、なんか、あ、でも叶うよね、うん、それは叶うよねみたいな感覚だったんですけど、これがね、今日の、まあ、結論にもなるんですけど、何を変えたかっていうと、まあ、心の部分を変えたっていうことになるんですけど、まあ、もっとわかりやすく言うとですね、まあ、やってることと思ってることっていうのを一致させた、心と行動を一致させたっていうことをやりました。で、本当にね、1ヶ月2ヶ月ぐらいでね、すごいお金の流れが変わっていって、行動はね、正直そんなに変えてなかったんですよ。うん、行動は正直結構やってました。こうするといいよって言われたアドバイスをの通りにやったりとか、行動量もちゃんとやっていたんですけど、なんで叶わないんだろうっていうのをずっと思ってたんですよね。でもある時気づいたんですよ。いや、それが理由だっていうことに。そう、どういうことかっていうと、だって行動めっちゃしてるし、なんなら稼いでる人と同じことやってるのになんで叶わへんねんろみたいな。いや、てかそもそも行動じゃないことにしか原因がないと思えなかったんですよね。で、あ、じゃあ目に見える行動じゃなくって、もう目に見えない行動じゃない、まあ、見えない心の部分というか考え方にしか原因がないんだなっていうことに気づいて、で、自分の内側とすごく向き合ったのがこの 1,2 ヶ月の話だったんですね。そうね、 YouTube 更新しろよって感じなんですけど、ちょっと自分に集中しようと思って、まあ、それもある意味私の中でも挑戦でした。今までは月に何本やっぱり投稿しようとか、毎日ブログを更新しようとか、なんかそういう風に思ってたんですけど、自分の中でのルールを一回全部こう取っ払ってですね、とにかく自分のやりたいことと行動っていうことをね、一致させるようにしたんですよ。なので、もう撮りたくなったら撮ろうとか、書きたくなったら書こうっていうのをちょっとやったんですけど、まあ、そもそもね、なんでこの行動と、まあ、心を一致させることが大事かっていうとね、すごい身近なことで考えてみてほしいんですけど、例えばじゃあ小学生の時とかって、走るかけっこあるじゃないですか。 100m 走ね、かけっこってなんかね、おばちゃんみたいな言い方したけど、そう、100m 走の時に、例えば転んじゃう時あるじゃない。あれって自分ではめっちゃ速く走れてるつもりやのに、足がついてこうへんから足がもつれてこけちゃうんですよ。これとね、同じ状況に私はなってたっていうことなんですね。めっちゃ行動しててめっちゃ走ってんのに、心がついていってないから、逆に100万なんて稼げないっていう状況だったんです。で、じゃあ何が心が違ったかっていうと、まあ一つはやっぱりセルフイメージって言われる自分の、まあ、自己価値とかですよね。で、ぶっちゃけ私はアファメーションとかもやったことあったけど、なんか全然しっくりこなくて、どうやったらこう自己価値とかセルフイメージって上がんねんのって思いながら、なんかやってるけどあかんしなって思ってたわけですよ。まあ、そもそもこれがやっぱ原因だったんですね。やってるけどあかんしなって思ってる、イコールやってることと思ってることが一致してないってことですよ。そう、なので私は本を読んだりとか、いろんな講座学びに行ったりとか、またさらに自分は実は自己投資をちょっとしてですね、自分が腑に落ちる学びっていうものを学びに行きました。で、そこで、あ、なるほどみたいな、こう自分が腑に落ちてなかったことっていうのがすごく分かるようになったし、自分のセルフイメージというか、まあ、自己価値っていうのを上げるためにやったのは、やっぱり自分の思ってることとやってることを一致させる、要は自分にやりたいことをさせてあげる、やりたくないことをいかにさせないっていうことを実はちょっと設定をしたんですよ。もちろんもうこれだけではないんですけど、簡単に言うとやっぱセルフイメージをまあ上げて、自分の心、100万さ稼げる行動してるのになんで稼げへんのかって、100万稼げる人っていうイメージになってないからってことですよね。100万稼げない私って決めてる人が稼げる行動したって、それは叶わないじゃんっていう、矛盾してるじゃんって話だから、そこをまず一致させに行こうと思って行動をやりました。で、なんかスルスルってやっぱお金の流れが変わっていってですね、行動してたことが結果に結びつき始めたのもやっぱりその頃でしたね。で、もう一つはお金のやっぱ使い方を変えたっていうことです。またちょっと詳しく、なんかこう動画でもっとね、行動に落とし込めるようにもっと
っといろいろ話してはいきたいんですけど、お金ってね、稼ぐ方よりも使い方の方がめっちゃ難しいなと思ったわけです。そう、これも自分でさらにこういろいろ勉強してね、腑に落としていく中で気づいたことなんですけど、稼ぎ方ってぶちゃけぶちゃ学べるじゃないですか。お金払ってね、例えば副業で稼ぐスキルもそうだし、変な話、時間をお金に変える労働ってみんな普通にしてきてるわけやから、アルバイトでもお金稼げるわけですよ。でもお金の使い方って多分あんまり習ったことがない、教わったことがない、学校でも教えてくれないっていうのがリアルだと思っていて、なのでお金の使い方をめちゃくちゃ変えました。で、まあ、これもさっきの心の部分と一致させるとすると、まあ、お金ってねすごい奥深くて本質的なところはたくさんあるので、実はちょっと私はですね、今後講座とかを実はやる予定をしてまして、お金の本質のこととか心のこととかっていうのを講座を開いて、実は今ね先行で生徒さん受けてくれているんですけど、なのでそういうところでもね一応話はしてるんですが、自分が使いたくないもの、義務感で払ってるものをいかに、支払いをやめるか、そして払いたいと思えるものにお金を使うかっていうことが大事です。でぶっちゃけね、お金がない時って払いたいと思えるものって何みたいな感じじゃないですか。そう、でも自分がお金を払える喜びってすごく大事で、お金ってさ、前ね別の動画でも話はしたんですけど、お金を得ることによって不幸になると思ってたら、それお金って入ってこないわけですよ。要はお金に対して悪いイメージを持ってたりとか罪悪感を抱えてたりすると、それを手にするって潜在的にはさ、それを持ったら不幸になるとか罪悪感があるものを手に入れたいとは思わないわけじゃない。そう、それと一緒で、じゃあ義務感とかマイナスな気持ちで使ってるお金ってやっぱり自分の豊かさには変わらないわけですよ。そう、なのでよくね、その陥りがちなのがね、お金は先出ししたら入ってくるとか、逆に出さないと回らないよとか、出すことが先っていうことでよく聞くと思うんです。こういう動画をね見てくれてたりとか、意識の高い人たちって多分そういう話を聞いたことがあると思うんですよ。私もそれを聞いたことがありました。そう、なのでそれをやりました。でも増えないんですよ。なんでなんみたいな思うわけですよね。でそこで私もいろいろとこう自分の心内側と向き合ったわけですよ。またこれもで、ここで大事だったのがやっぱり心の部分だったんですね。でこの増えなかった時って、あ、出せば入るんでしょって思ってお金を使ってたりとか、先出ししたから増えるでしょって思って増えることのために使ってるみたいな感じだったんですけど、そもそもそうじゃなくて、お金はやっぱり自分を幸せにするためにあるし、自分を幸せにするって決めたらお金って自分にとって必要って思えたら、私は結構罪悪感手放せたんですよ。でじゃあその自分を幸せにしてくれるお金って、自分を喜ばせるために存在してるものだから、自分が喜びのために使うべきものだっていう風に認識ができるように変わっていったんですね。でそしたらなんか別に自分が欲しくないものにお金を使うのも違うなって思うようになったし、なんかね本当に細かいことでいいんですよ。ご飯買うのもそうです。1個この間もあったんですけど、全然今はなんかお昼ご飯の時間やから、ほんまはスタバのコーヒーが私飲みたかったんですけど、なんかでも、いやでもランチ時やしなみたいな、11時1時になんかコーヒー飲んでも後でお腹すくようなとか、それ頭でめっちゃ思考して考えて、別にそんなに買いたくないサラダを買おうと思っていろんな店回ってたんですね。でもなんかどれも全然欲しくなくて、でこのお金の使い方を変えようって思い始めた時に、そこに違和感を感じられるようになったんですよ。で私はその日にスタバに行きましたと。でコーヒーを飲みましたってなった時に、自分の心の喜びのためにやっぱお金を使えたことによって、もうこれはまあ引き寄せみたいにもなっちゃうんですけど、なんかそこでね、いかにも他の人には配ってないようなスタバでこうちょっとサンプルでついてくるお菓子みたいなのがね巡ってきたわけですよ。でその店員さんはね、今みんなに配ってるんでって言ってたんですけど、明らかに周り見渡しても多分もらってるのも私だけだったんですね。そうみたいな、これはちょっとスピ的な部分もあるかもしれないけど、でもお金ってそういうことなんですよね。自分の喜びのために使うと巡ってくる。それはお金としてもそうだけど、もちろん100万稼ぐときはこういうねちっちゃいとこから書いてったよって、まあ例の話なんですけど、こういうことをすることによってお金じゃないもので豊かさが巡ってくることもあるし、そういうことが受け取れるようになっていくと、なくなる方にフォーカスをするんじゃなくって、だん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 受け取ったものっていう方にフォーカスができるようになっていくんですね。でこれが豊かになるっていうことなんですよ。100万受け取る前から自分はもう100万受け取ってる時の豊かさと同じものを感じられた瞬間に、私はパチッとスイッチが変わって、あ、もう私は100万稼げる人だってやっと思えるようになったんですね。でこれがお金を先出しすることに本当は大事なんですけど、なんかこれが欠乏で使っちゃってね、まあよくねブランドバッグ買おうとかっていう話もあると思うんですけど、出ていく方にお金が向くことに買うのは絶対やめた方がいいんだろうなって私はこれを体験して思ったんですよ。ただ買ったことによって、わ、私ってこれ使えてる豊かって思えて、もう100万とか年収1000万とか稼げる人と同じ気持ちを味わうためにやるんだったらいいと思うんですけど、競合心の方が勝ってしまって、この今伝えたようなお金の本当の本質っていうのを知らないまま使ったら増えるんでしょっていう気持ちで使うだったらやっぱり意味がないみたいなことに私やっぱ気づいて、そういう使い方を変えたりとか、使う時の感情を変えたりとかっていうことをしていったんですね。でそれを変えることによって、自分のセルフイメージを変えて、やってることと思ってることっていうのを一致をさせていきました。そう、ちょっとまあ簡単に言うとね、こういうことをやってたわけなんですけど、結局私はその腑に落とすことがやっぱ大事だったんですね。もちろん直感とね、私合理的な考えと両方必要なタイプなんですよっていうことが分かったんですよね。やりたいと思った直感でひらめいてすぐ行動したいタイプなんだけど、でも後でそれを自分で確かめ
めるために頭で整理をするというか、思いついたことを頭で整理をして行動に移すみたいな感じですね。行動をやるんだけど、女性性とか男性性の話をするとね、女性性ってやっぱ心なんですよ。なので心で感じたことを男性性脳で処理をして行動に移すっていうことが実はすごく腑に落とす中でも大事だなっていう風に感じたんですよね。なので実際に私はですね、昔から結構心理学とかもやっぱ好きで私学んでたんですけど、脳科学とか、まあ、心理学もそうだし、あとエネルギー理論とかも学んだりもして、こう今まで断片的だったお金の増やし方とかみたいなものとか、セルフイメージみたいなものがなんか全部線でつながった感覚になったのがこの 1,2 ヶ月の出来事だったんですね。でそこで私はなるほどってやっぱ全部思ったし、あもう私はこれで稼げるっていう風になんかこう確信ができたんですよ。で自分の中でも稼げるってい もう設定が決まった瞬間にやっぱ物事動いていって、もちろん今までやってた行動もやっていたし、プラスアルファでこうなんかどんどんアイデアが浮かんできたりとか、あこれってやったら面白そうだなって思うことをどんどん行動に移していけるようになってきて、今までやってなかったことがビジネスとして新しい形になっていったりとか、もちろん新しく講座をね今回やることもそうなんですけど、そういうのが全部形になって100万を達成したわけなんですね。そうなのでなんか今までこう言われた通りにやってたけどなかなか形にならなかったとか、なんかやってんのにうまくいかないなと思った人は、このやってることと思ってることを一致させるってことをもうぜひ意識してみてほしいんですね。でそれってどうやったらいいのっていう方は、今お伝えしたやりたくないことをまずやめる、でやりたいことをやるっていうことをやってほしい。これも分かんない人はもうとにかくノートに書き出してください。自分が何がしたいのか、何が嫌と思ってるのかっていうことを洗い出すところからやってみてください。でこうやって自分が思ってることをもうとにかく違和感に感じてることもやらない、モヤモヤしてることを心と一致しないことをやるっていうのは、やっぱり絶対その行動をした結果はね本来の結果に結びつかないので、自分の心に従ってやっぱやるってことがめっちゃ大事っていうことになります。はい。なので行動がそもそもまだできてないという人はもちろん行動ありきだと思うんですけど、行動してるのに結果につながらないっていう方は、今日お伝えしたことをぜひちょっと意識してやってみてほしいなと思います。はい。ではまあちょっと最後にね、今日はお知らせもしたいなと思うんですけど、実は私はですね、今月いっぱいでリッチミーという、物販スクールのね運営を手放そうと思っています。はい。というのも自分がこうしていろんな変化を通してですね、やっぱり自分は、稼ぐ手段としてもちろん伝えていきたいので、今後は何なら物販以外の稼ぐスキルとか手段っていうのを実は伝えていこうと思ってるんですけど、またおいおいねそれは動画でお話しするんですが、心の部分とか頭の中でこうどうしても腑に落ちないみたいなことを、自分はやっぱり腑に落とせるように伝えていくことっていうことにすごい使命感を感じたし、それが自分の好きなことであり得意なことだなっていうことを、この 1,2 ヶ月自分が100万を達成するっていう結果もそうだし、なんか全部がつながって体感をしたんですよ。なのでそれを伝えていくために、自分の講座をメインにね生徒さんに伝えていくっていうことに、方向を変えていこうっていうことがあって、ちょっと物販のスクールの運営は手放していこうっていうことを決意をしました。そうやっぱり手放しをしないとね、新しいものってどうしても入ってこないので、自分の中でたくさんの学びもあったし、やっぱ会社を辞めるきっかけとしては物販スクール自分にすごく必要な場所だったし、なんか今の自分があるのってやっぱり絶対通るべき道だったんだなって今思えば分かること、なんか今だからこそつながったことなんですけど、今の自分にはもう必要がなくなったというか、卒業するべき時、ステージが上がるとかっていうと思うんですけど、自分のステージを変えるべき時だなっていう風に自分が感じたし、そう決めたので、私は物販スクールの運営を手放そうと思っています。そうでもとはいえね、もちろん皆さんとこういう機会がなくなるわけではなくって、今後はその稼ぐ手段っていうことが欲しい方にはもちろんお伝えもしていきますし、今まで以上に、いろんな稼ぐスキル手段っていう場所っていうのはご用意をします。プラス私の元に来ていただいた方には、今までねこういろんな、知的好奇心が旺盛でいろいろ勉強したんだけど、どうしてもね繋がらなくって結果に至らなかったっていう方の心の部分っていうのをしっかり導いていけるように、日々私も本を読んだり勉強したりで自分で体験をして証明をするっていうことがすごく楽しくやっていますので、それをみんなに伝えていきたいなと思っています。はい。ということで今日はちょっと長い動画になったんですが、ここ最近1ヶ月分のね思いと近況報告とこれからの活動の報告ってことをさせていただきました。また今後もちょっとチャンネル更新していこうと思いますので、ぜひ皆さんその時はよろしくお願いします。私に何かこう相談したいよとか、もちろん副業とか今後の働き方、もちろんお悩みだったりとかっていうところを相談したいよって方に関しては、概要欄に公式 LINE 貼っておりますので、そちらからお願いいたします。はい。では皆さん今日もありがとうございました。バイバイ。